川さんにショパンの華麗なる大演舞曲を演奏していただきました。小川さん、こちらの曲解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、ショパンは19世紀に生まれたポーランドの大天才です。子供の頃から非常に貴族社会にも親しみを持って、もうどんどんそういうふうな社会にですね、あまりにも天才だったので大人たちが連れて行ったという、そういう逸話が残っています。はい、成人してからはフランスに住むようになったんですけれども、一つ一つの音が洗練されていて、もうどの小節をちょっと弾いただけでも、あ、これショパンってすぐに分かるような素晴らしい作曲法を持っていた作曲家です。当時の作曲家っていうと、いわゆる宮殿とか貴族社会っていうところに入り込んで、もうお伺いっていう感じでそこに住み込んで曲をやって、もう作ってって、そういうイメージがあるんですけど、別にそういうわけではなかった。ショパンの場合はもうポーランドで子供の頃から貴族社会に大きな親しみを持っていたんですけれども、ショパンがフランスに行った頃には宮殿というよりはむしろサロン、貴族の出入りするサロンにもうお友達として出入りしてたっていう話ですね。アクセサリーの一つ一つまで凝っていて、本当に貴族に全く見劣りのしない堂々たる様子だったということです。ショパンっていうとコンクールのイメージがあるんですけれども、実際にはどうなんでしょうか。ショパンコンクールは5年に1回ワルシャワで開かれる大きなコンクールなんですけれども、3週間にわたって全ての曲がショパン、第1次予選から第2次予選、第3次予選、本戦全てショパンだけで成り立ってるんですね。で、審査員も20数人いる、本当に世界で最も大きいコンクールなんですけれども、ここで1位を取ればもうそのまま世界の火の切りたいと言われる、その切符を手にすると言われています。ありがとうございます。小川さんにドビュッシーの月の光ベルガマス組曲よりを弾いていただきました。こちら小川さん解説いただいてもよろしいでしょうか。はい。ドビュッシーはベートーベンが始めたこのロマン派の流れの音楽を見事に変化させた革新的な作曲家なんですね。ロマン派というのが、ベートーベンが始めたんですけど、ロマン派という大きな潮流が音楽にはあって、その時にピアノがとっても発展したんですけれども、これはなぜかというと、作曲家が一人のピアニストに自分の思いを全部表現してもらう、作曲家の個人的な思いを吐露するという、そういうスタイルが、ロマン派で大きくなったんですね。でもそれは和声的にもメッセージ的にも非常にパンパンに膨らんだような感じになって、どっちかっていうともう行き場がないっていう。それでドビュッシーが、そうじゃなくてちょっと涼しい風を入れようよということで、全く違った感じの曲を作り始めたんですね。非常にそういう意味では革命的な作曲家です。ドビュッシーというと綺麗な曲のイメージがあるんですけど、どういったところがそれの背景にあるんでしょうか。みんな私たち学校に行った時に起立礼というのがあったと思うんですけれども、戻りたくなる、これが和声でいう解決という処方なんですけれども、この解決をするというのをドビュッシーはやめてしまったんですね。ですからふわ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 っとしたイメージ、なんとなく漂うような、それが綺麗な涼しい、何か爽やかな風を吹き込むような、水が流れるような、そういうようなテクスチャーを生み出したんだと思います。輪郭がぼやっとしてる感じっていうと、絵画でいうところが印象派っていう流れもあったりするんですけど、それと近いところっていうのはあるんですかね。音楽は美術の少し後を追いかけるようにトレンドがなっていくんですけれども、ドビュッシーは印象派というふうに呼ばれています。本人は自分のことを象徴派と呼びたかったんですけれども、ドビュッシーの音楽はよくモネの作品「蓮の花」とか、ジーンのいろんな光で変化する絵とか、あれに例えられることが多いですね。ところがドビュッシー本人はグスタフ・モローの作品がとても好きだというふうに言ってるんですね。はい、もうちょっと輪郭がはっきりしたように弾いてほしかったのかもしれないんですけれども、何しろ本当に革命的な音楽作りだったので、当時支持する人が多かったようです。今回こちらの2曲選ばれた方におすすめの曲などはございますでしょうか。まずドビュッシーはやはりこの曲ですね、前奏曲第1週から「甘色の髪の乙女」。これは前奏曲で第1週と第2週合わせると24曲もあるんですね。本当にもう珠玉のその素晴らしい美しい作品で、まるでギャラリーの中を歩くような、もう本当に視覚的な美しい曲ばかりなのでおすすめです。ショパンは、ノクターン20番の遺作ですね。もう本当にハラハラとこう涙が溢れ出てくるような、これは自分のお姉さんを思いながら書いたという、もう最初から最後までずっとこう悲しみで、もうその悲しみがどんどん募っていくんですけれども、一番最後にハッとこう何か希望を持たせるような和音で終わる、もう素晴らしい曲です。おすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。